33歳男でいつまでも動ける体になりたいので筋トレ等をしてます。走ったりもしたいのですが膝がすぐ痛くなってしまいます。武井さん膝痛めないですか？何かアドバイスあればください。これは膝あんま痛めないですよね。そうね、まあ運動不足じゃない？筋トレとかしてるだからなんか膝に荷重のかけ方が悪いんだと思いますよ。だから膝を本当に何だろう、前に突き出して重みをかけるとかそういうことのタイミングが多いんかな。わかんないね。体も見たことないし、動きも見たことないんで、アドバイスはできないですけど、はい。どっか痛くなるっていうんだったら、もう、過負荷がかかってるんですよ。だからそこに負荷をかけないような運動方法だったりとか、負荷をかけない体重の使い方みたいなものを覚えた方がいいんじゃないですかね。ちょっと本当にスポーツに関するアドバイスっていうのは、体の痛みとか、その人の体の動き、体格とか、癖とかそういったもの見えないと全く、あと筋力も分かんないし、どれぐらい体力があるかも分かんないから、何をアドバイスしていいか全くさっぱり分かんないので、残念ながらいいアドバイスできませんけど、まあ痛くならない運動をすることですよ。簡単に言えば痛くなる運動を、痛くなるのにいつまでもやってるっていうのがもう間違ってるんですよね。痛くならない運動で体鍛えてください。